勉強ののの BGM はどのくらいの音量で流してます変な質問ですいません。あ、これはね、あんまりそんなに深く考えなくていいですよ。うん。まあ、あまり大きすぎるとあれですけど、まあ、とにかく勉強が、や、BGM が流れたら、あ、この BGM でまず集中するぞっていうふうにえ、一旦集中しようとさえしてくれれば、あとはね、気づいたら音楽って聞こえなくなるんですよね。これって、まあ、勉強にめちゃめちゃ集中してたら、 あそういえば BGM 聞いてたわあもうこんな時間だみたいな感じになるわけですよなのでその勉強の BGM ってある意味ではその勉強を始めるきっかけとして作ってくれえとして使ってもらえたらいいかなと思うんですよねその BGM その勉強って1回始めると、まあ、脳がですね、まあ、1回始めたものに対してのめり込むっていう習性があるのであの、まあ、即座角からドーパミンが出るとか、まあ、いろんなまあねあるんですけど <laughs> とにかく そういういことです1回始めさえすれば勝つのでその BGM を使って始めて気づいたらもうなんかゾーンに入ってるみたいな感じで使ってもらえたらいいかなと思います。